クライマックスシリーズのことで頭がいっぱい。ね、ちょっと早いですけども、もう阪神のことで頭がいっぱいです。さあ、今日も行ってみたいと思います。Let's go! クリスの Three Minute English! 和製英語バージョンです。今日はですね、前回のエレキギターに引き続きちょっとね音楽の話をまたしてみたいと思います、日常で使う音楽の言葉とで、まあ、業務的にねレコーディングとかで使う音楽の言葉をピックアップしてみたいと思います。まずはですね、皆様ライブに行った時によく言いますね、今日何々のライブ行くんだよって。 I went to see this live I went to see this live って英語で言うと何々の生きてるみたいな感じになるんで、そんな言い方しません。日本ではライブっていうのはちっちゃなコンサートのこと、まあ、ライブハウスとかね、ちっちゃな箱のことを言うんですけども、英語でですね、そのちっちゃいショー、大きいショー、何々を見に行ったっていう時には、言葉は分けないんですよね。もう簡単です。 Concert I went to see his concert, it was great I went to see his concert, it was great コンサートっていうと、もう誰々のライブに行ったっていうふうな形になるのでね、もう一括りでコンサートなので、コンサートの使い方を覚えてください。さっきね、ライブハウスの話をしましたけどね、海外でね、I went to a live house って言うと、生きた家に行ってきましたっていう風になるので、生きた家になりますので、通じませんのでね、ライブハウスって言い方はしないようにしましょう。大きなところであれば、例えば、recital hall とか、まあ、concert hall、hall って言い方をします。で、ちっちゃいところであれば、ジャズとかでもね、よく使います。jazz club、jazz bar。まあ、ある意味大きさも表すんですけどもね、ライブハウスではなく、何々クラブ、何々バーっていう風に伝えると、伝わりますので、それも心がけて使ってみてください。ね、今、ジャズの話になったのでね、ジャズでよくあるのはソロ回しですよね。で、日本でアドリブをやってくださいって言いますよね。海外でね、play some ad-lib。play some ad-lib って言ってもね、通用しません。日本で言うアドリブは、improvisation。improvisation。もう一回言いますよ。improvisation。これがね、アドリブの略になりますので、improvisation も覚えてみましょう。ということでですね、あっという間に音楽ミックス編が、ここで終わりになります。この動画をね、見てね、少しでもね、面白いなと思っていただいた方はね、いいね、そして下の登録ボタン、その横のベルボタンを押していただくとね、通知が来ますので、これからもクリチャンネル楽しくいろいろやっていきたいと思いますので、チェックしてください。よろしくお願いします。日本ではライブっていうのはそのライブショー自体は、言葉は